皆さん、集めた素材は効率よく格納できてますか？ということで本日は拡張も簡単にできる大型倉庫の作り方を紹介していきたいと思います。レゴの解説動画はちょっと時間が空いてしまったんですけども、またちょくちょくとね、動画を上げていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、どうぞ！はい、ということで、ここにですね、大型倉庫を作っていこうかなと思います。まずはですね、木製の基礎04を引いていきたいと思います。これをですね、地面に引くことによって、骸骨が出てきてしまう対策になるので、まずは木製の基礎を引いていきます。よし。はい、ということで7列ぐらいですね、木製の基礎引いてきました。まあ、こんな感じで引ければ OK です。はい、それでは木製の基礎を引いてきたので、大型倉庫の床を設置していきたいと思います。で、この 16×16 ならどれでもいいんですけども、今回はこのパターンの幅広い床02を使っていきたいと思います。で、このパターンの幅広い床02を5枚貼っていきます。1、2、3、4、5。はい、OK です。はい、ということで、こんな感じで床を張ってきました。次はですね、大型倉庫の壁を設置していきたいと思います。大型倉庫に使う壁についても、同じように16の幅があるやつ。この 2×16×12 を使ってくればいいかなと思いまして、今回の場合はこの白の壁06を使っていきたいと思います。で、この白の壁06を木製の基礎に、と設置した状態で、この今さっき設置した床につけるような形で設置していきます。1枚。2枚。で、真ん中はちょっと開けて、こう貼ってきます。で、ここはちょっと入り口にしたいので、あ、これもどれでも良いんですけど、まあ今回はちょっと城の両開き扉にしようかな。これも同じように16の幅があるやつでお願いします。はーい。同じようにこちら側にも設置してきます。これもここにつけておくて、まあ、ちょっとここのね、1マス空いちゃうんですけど、ここはまた後ほど説明します。で、ここの真ん中だけを開けて、はい、こういう形でさっきの設置した床を囲うような形で壁を作っててくれれば OK です。はい、では次はですね、同じようにまた床を広げていくんですけども、その前に、ここをですね、床で埋めていきます。今回使用するのは、この石板の幅狭床を使います。で、これここに設置して、綺麗につなげます。で、そしたら今度こちら側に床また設置していきます。2、3、4、5。同じようにまた壁を設置していきます。で、はい、ここ真ん中を開けて。こんな感じで、その壁があることによって区画が分けられると。いった形で作ることができます。じゃあこれ同じようにちょっとまた繋げていって、5セット分ぐらいやろうかな。5セット分ぐらい作っていきたいと思います。よし、で最後。誰か、ここか。はい、ということで1階の部分がこんな感じで出来上がりました。全部で10ブロックかな ?10 ブロック作ることができました。はい、じゃあ次はですね、今回これ1階部分なので、2階部分を作っていきたいと思います。で、移動の便利さを考慮して、この真ん中のブロックに作っていきたいと思います。まずは床をですね、ここに入れます。で、そしたら、この中世の階段02を1個前出して作れば OK。で、すると上に上がって、ここに上がることができます。で、そしたら、この道を取れるように床を張っていきたいと思います。
床の張り方は 8×8 を使用してください。この石板の床図2でいきたいと思います。でそしたらここにまずはつけるようにして、ここに設置した状態からちょっとずつ下にずらしていきます。でするとこれ緑になって床を設置できるので、うん、これでつけられます。緑色のところでつけてます。そしたらまたここにさっき使った床を設置していけば OK。 でこれで全部2階部分になる床を設置していきます。お、骸骨しなげていくんだけど、やめろよ。はい、こんな感じで2階部分に床を張ってきました。そしたらここがちょっとまた同じように開いちゃってるので、さっきと同じようにこの幅狭い床を設置していきます。そしたら2階部分の床を設置してきたので、今度は壁を設置していきたいと思います。で壁はさっき使ったものと同じでこれ使っていきます。で下側と同じようなところに壁を設置していきます。ということで2階部分の壁の設置も完了しました。同じように10ブロック出来上がりました。同じようないろいろでね、3階4階5階って形で作ってくれればいいんですけど、ちょっと一旦ここで止めて、肝心のですね、宝箱の設置の仕方やっていきたいなと思います。この区画ごとに宝箱を設置していくんですけど、この状況だと、1段分しか宝箱設置できないので2段を置けるようにしていきたいと思います。でそこで使用するのがこの石板の床01ですね。要はこの 8×4 のやつの床を使ってきます。でこれがちょっと設置しづらいんですけど、だいたい真ん中になるところですね、この辺かな、ここに設置していきます。これを4つ設置すれば繋がるという感じですね。はい、こんな感じです。これで2段になりました。はい、ということで宝箱設置していきたいと思います。どの宝箱でもいいんですけど、一番アイテム収容できるこの豪華な収納箱にしたいと思います。使うのがフロストパイン8個と鉄のインゴット4つです。フロストパインは、雪山かな、雪山の木から取ることができます。雪山の洞窟で鉄を取ってきて、あれか、ここだね、金属製錬金でブライトカーと一緒に作ることができます。ちょっと脱線しちゃいましたけど、宝箱設置していきたいと思います。 16×16 のスペースがあると宝箱を2つ設置できます。横に2枚貼ってるので、こんな感じです。そしたら上の方にも同じように宝箱設置していきたいと思います。はい、こんな感じで1つの区画に8つ設置することができました。同じように他の区画にも宝箱設置していけば OK です。少しちょっと中暗くなっちゃうかなというところもあるので、照明つけていきたいと思います。ちょっとブライトコア使うのはね、もったいないんで、この壁掛けろうそくにしますか。こんな感じで、つけていけばいいかな。これをつければ、松明がなくてもこんな感じの明るさになるので、松明持っていけばいいって話もあるけど、こんな感じ照明設置しとくのもありかなと思います。はい、ということで今回作った大型倉庫のメリットを2つ紹介していきたいと思います。まず1つ目が、最初の動画でも冒頭でも言ったんですけども、拡張がしやすいというところです。でこれはどういうことかっていうと、例えばじゃあ今度こっち側方向に拡張したいってなったら、ここの壁を壊してまたさっきと同じ要領で床を張ってって壁を張ってってって形で拡張していくことができます。で、今度は逆にこっち側の方向に拡張したいってなったら、この壁をぶっ壊して、何時に床を張って広げていけばいいということです。で、高さ方向に関しては、今2階建てなので、これを3階、4階、5階といった形で、
上方向に高さ方向にも積み上げることができるといったところで拡張が簡単にできるといったところがメリットかなと思ってます。で、2つメリットはブロックで分けれるということですね。ここのブロックには木材だけ入れるとか、このブロックにはここ花崗岩だけ入れるとか、まあ、そういう感じで素材ごとに応じてブロックで分けていくっていった運用もできるので、まあ、どこにどの素材があるのかっていうのを少し探す手間がブロックで分かれてる分は分かりやすくなるかなと思います。はい、ちょっとここからおまけみたいな話なんですけども、大型倉庫の外に出るとここのブロックがちょっと空いてて変だなっていう、まあ、ちょっとかっこ悪いなって感じになっちゃってます。クソダサ。なのでそれを解消するためにこの白の壁01 2×2×12 のやつをつけていけば OK です。こんな感じで設置していくとボコボコがなくなって見栄えが良くなります。はい、という形でさっきの白の壁01を設置していくとこんな感じの外見の外形になります。だいぶ綺麗になったかな。はい、ということで、まあ、あれから1、2時間かけて、この今回作った倉庫の方に移行してきました。まあ、どんな感じで移行してきたのかっていうのを喋っていくと、まあ、まず最初に言っておくと宝箱は全部さすがにちょっと素材が足りなくてね、全部埋め切るってことはできませんでした。まあでもこれだけまあ区画で分けて宝箱設置しとけばある程度アイテム整理できそうなので、まあ、このぐらい、まあ、1個か2個ぐらい各区画になればなんとかなるかなと思います。で、どんな感じで整理してたかっていうと、まずここの、これ今1階なんですけど、この1階の手前のところはこれ木材入れてます。木材と、あと木材加工した時に出る板とか、あとは木の棒とか入れてます。で、こっちが花崗岩ですね。で、あと1階に関しては、他の木材系とか、あと鉱石系か。それを入れております。ここは今フレックス、あ、これノットルとか、ノットルと入れてて、こっち側がフレックスドを入れてます。でもその段ごとにその鉱石入れられるように、ここはもう、例えば鉄だけとか、で、こっちは紅白の原石だけとか、そういう感じで段ごとに種類で入れられるようにしております。で、次が2階なんですけど、2階については、なんだっけ、クリーチャー系か。生き物を倒した時に入れる素材を入れていて、まあ、ここ羽とか、まあ、これ土も入ってんだけどね。で、もう一個上については、ここはもう食べ物関係いっぱい入れてます。まあ、ここはかぼちゃとか、トウモロコシとか、小麦粉とか、まあ、ちょっと宝箱設置すると分けれるんですけど、ちょっとなかなかまだ、そこまで手がいってないですけど、まあ、雰囲気で分けるってことはできてます。はい、ということで、大型倉庫の作り方を紹介してきました。まあ、ということでね、今回の動画が参考になったという方は、チャンネル登録と高評価、お願いいたします。あと、旧ツイッターこと X もやってますし、あとツイッチもちょこちょこ配信してるので、まあツイッチの配信についてはほとんどバトルはメインなんですけども、こちらも概要欄から飛べるので、ぜひフォローしていただければなと思います。それでは、今回の動画は以上としたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あと誰？スノーキャップ。私のズノーカップ。でも言わせたよ、ここにもジャンパッと追加して3回にキャスクしたというね。はい、そんな小ネタもあります。